さてと、はい。はい、でこれは、まあ、ちょっとだけだけど、はい、インターベリー刺繍こけたな裏向きにして弱らせる薬ね。はい、インターベリー。はい、インターベリー。はい、あ、歯磨きます。はい、でこれはデンタルケア CT というビルバックが出してる歯磨きですね、はい、チキンフレーバー、はい、これが一番よく使う、はい、よくみんなが舐めてくれるんじゃないですか、はい、デンタルケアは歯の表面、まずは歯の表面、はい、臼歯も切歯もで、やれたら今度刺繍ポケットを狙って上、下、下で、さらにやれたら歯の裏もで、猫ちゃんでつきやすいのは高級歯ですね。高級歯の外側がつきやすいですね。そういうとこを、でも裏側もつくだろうから舐めさせる、はい、ここからは変えよう。もう一回ちょっと首回りとかして、はい、これはすんとなんだっけ、シルピナという商品で尿化菌、外耳炎の予防で、はい、1滴だけ、まあ、軽くちょっと拭きますけどね、たまにね、はい、ちょっと汚いのかね。でもあの基本的には耳掃除はさ、毎日しない方がいいですからね。あ、はい、かえって悪くなる。歯磨きは毎日がいいです。そうですね、歯磨きは1日2回ぐらいタイプが理想ですよね。さてと、そんであと何が忘れ物あった。はい、光線照射器。よいしょっと。ここにスイッチがありますからね。はい、左にね、はい。で、これがセッティング で、この子は 100% の1分で、はい、さっきの傷があったでしょ。はい、そう、ちょっと持ち上げて、でかっこっち離して、はい、で、これでもう当ててください。はい、近づけていいから。で、2秒経ったらずらす、はい、ずっと鉄板にするとちょっと熱を持つから熱い、はい、2秒でずらす、2秒でずらすにして1分ぐらいね。まあ、今にやりながらで悪いんだけど、はい、この辺のものね、はい、不燃ゴミ、はい、こうやって押し終わったら、でこれこうやって置くと落ちちゃうんで、ちゃんと置きますんで、はい、アンプルは奥です。でここが針とかです。針は直接向こうに針するやつがあります、はい、もう一個だけやってるんだけど、右の前足に静脈リューチが入ってるんで、それ取りますもん、はい、そうするとですね、こちらは傷の治りが早く。そうですね、血流を良くして。血流、はい、後でプリントがします。 ありがとうございます。はい、では血流を良くして傷の治りを良くする、痛みを和らげる、炎症を鎮める、はい、そんな働きあります。でももともとはね、がんに使おうと思って買ったんですけどね。ああ、はい。がんの治療ってさ、3つあるじゃん。人間でも、犬でも。抗がん剤と放射線と。なんだっけ、三大治療。重粒子線。抗がん剤と放射線と、いいね。もう一個、取っちゃう。あ、
切除、あ、外科的切除。そうそう、外科的切除。それが三大治療なんですよ。はい、だけどさ、すべての動物に対してその三大治療が行われないじゃないですか。はい、ね、現実問題として。それで、なんかないかなということで、要は抗がん剤もできないわ、手術もできないわ、ね、放射線はちょっとうちの病院ではできないし、また経済的にもとんでもない金額かかるからさ、はい、もしやれたとしても、やれると紹介したとしても。で、まあ、温熱療法、はい、いや、腫瘍細胞を42、3度に温めて、はい、42、3度に温めてあげると、アポトーシスを起こす可能性がある。腫瘍細胞が、はい、腫瘍細胞、そうするとアポトーシスを起こしてくれれば、要は破裂するわけじゃないからさ、自殺するみたいなもんじゃないですか、うん、はい、ね、そういうことによって成長を遅らせる、実際、うん、はなかなかならんけどね、まあ、少しでも成長を遅らせると、はい、うん、そういうことで、だけどそれよりも一般的な使い方の方がよく使ってますね、がんのこと実際に使うのね。じゃあもらおうか、はい、運び方見ててね、それそこに戻して、はい、はい、いや終わったら、はい、これはこの辺にティッシュがあるから手を取る、はい、手を取って、はい、消毒。今してないけど、アルコールと安定剤に参加するんですよ。CC、クロロフリンって言うんですけど、はい、まあ基本は CC だね。もしくはアルコール。はい、ここら辺で。で、CC しますんで、はい、これはちょっとクロロヘキシンも使ってくださいとかさ、はい、指示されたものを使うと、はい。そのうち指示してもらわなきゃもね、指示さんは。次の猫ちゃんちょっといい、一回止めますね。そうだ。で、これを止める。